汐止めビルディングは東京都港区海岸にあるオフィスと商業からなる複合ビルである。汐止地区にある東京汐止めビルディングなどと名称が類似しているが全く別の建物であり、なおかつ大きく離れているので注意を要する。開発資金をノンリコースローンとエクイティ出資により調達する開発型証券化手法を活用し、東急不動産と三菱辞書が プロジェクトマネジメント業務を共同で受託して開発を進めたビルである。ジャパンリアルエステート投資法人が2008年以降、純共有持分10%を取得し、その後複数回追加取得し、2017年以降は55%を保有している。巨大再開発地区、塩止め塩サイトとしては、最後の大型物件であり、塩サイトの中心部である。 塩止め駅から大きく離れ、浜松町駅前に位置し塩サイトの南の玄関口にあたる。近隣には、塩止め縛り級ビルディング、文化放送本社や JR 東日本アートセンター自由劇場などがある。塩サイト地区は歩行者専用のペデストリアンデッキでつながっており、隣接の塩止め縛り級ビルからのデッキを迎える位置に、ブリッジをかけ、2階レベルで、 建物供用のエントランスにアプローチする。1階と2階には、浜松町近くの新たなグルメスポットをテーマに、浜サイトグルメという飲食物販サービス街を設け、4階から24階をオフィスフロアとし、幅100メートル、奥行き25メートル、1フロアの有効面積が、約3500平方メートルの部柱空間が広がる。敷地の半分に及ぶ空地には、 植え込みや高木のみならず壁面緑化や、透水性舗装を対応し、水系施設や屋上緑化を併用することで、さらなる環境負荷の低減を目指した。デザインとしては、出会いを生み出すことを主眼とし、緑道や緑の会場、庭園の道をテーマに、求心性のあるプランニングを散りばめ、緑豊かで潤いのある風景を創出した。ありがとうございます。